あんメインで七人ぐらい湧いてたから絶対に死んだらやばいもん多いすぎれてたねメインからこのかさんと2人でね気に入れたんでいつかの思い出を思いな思い返してしまいました思い出してしまいまし僕の一票これインポスターです私の一票は愛情です 三でもね人が多いから逆に死人が出まくってそんなにインポスターが強いってわけでもないんだよね実は人が多いとそれだけ死人も出やすいから白とかも出やすいんだよねこれは僕の感覚だけあえてこれ影丸君も聞かないというタクミ あえて切らないナイスナイム Y サル6秒見ましたごめんなさいできるぞ1秒見ました6秒はた6秒見すだからあと3秒ぐらいで壊せますよ仁海さん <laughs> 今今,今あのコックピッ<イ>トいた人いますはいダウンロードしてたよあやみさんねあん弁当でしょう？弁当かなとあはは弁当入ってたのに

理想はね、僕以外の二人がどっちか切っとけばって感じだったけど、まあ、それはしょうがない。そんなたれき本願ではいけないんです。これ、貨物にめっちゃ人いそうだな。いやー、きちぃしこれ最高これは白いわ。うん。かな。 <laughs> 本当にこれ白です。うん、うん。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 クはよく合うねの一票です。ああ確かに。<laughs> <laughs> よく合う、ねえーいや。定例やっぱ弱いな。もうちょっと待つべきかな。残り五秒ぐらいまで。テラかけ。 富士宮ナイス誰もいねい。なぜ誰もいないんだいやー誰もいねー <laughs> えー、あらえええっとねメインホールの 暗室の下ぐらいで誰かが死んでるんやけど。で、除染<あ>室に咲夜さんがいたからちょっと怪しいなって思うあ。あっ違,違う、それは僕が白出します。えっと、エレクトリカルに咲夜さんと僕でいて、うんうん、一緒に梯子こ登ってるんで、メインホールの。あ,あ<う>じゃあ違うと思う。私、武雄さんと除染でシャワー浴びてて、サックンが目の前で切ってると思うので。あ<お>そうなの、えーうん、じゃあ、ちょっと除菌ってこと、えー、なんかちょっとね、人がピュンって飛んだから、あれだったんだけど、停電直りかけてる時に、サックンが私の隣にピュンって入ってきて、それで。 えっと、テラゾーじゃない。タキオさんが死んだように見えてる。ああ、タキオさんそこにいたのうん。私と一緒にシャー見てたよ。女性じゃあ、クラスで情報です。のすけさんは初動は多分キッチン脇ですごく右に来てエレキにいたので、めちゃくちゃ咲くやんに見えますね。え、エレキはそれはどのタイミングで僕は。エレキはね、すけく君と藤宮君がいたタイミングで俺もガッシコンやってて、停電になってても、のすけ君どっちとかわかんないけど、 あれだ武雄さんの頭がでかくて私見えなかったんのです。ああ、なるほど。すごい、すごい、それは。ありがとうごています。僕そのメインに上がって最後のメインの左まで行けてて。ああ、やめた方がいいこともある。かなドチョッキンなるんだけどさんがレポートしたのて誰だっけ いや、どっちかわかんないけど、右下が光っただけ。えっと、暗室の下だったら、竹雄さんは絶対に光らない。えっと、除染で死んでるから。ああ、じゃあ除染か。女性まだ。じゃあ、桜屋さんだわ。咲夜さんが一瞬下に来って、ちょっと見た感じ。じゃあ、じゃさじゃあ、桜さんがさ、釣るとしてさ、 のすけさんの情報はそれは序盤終盤あってるキッチンヨつアと一緒において請求に走ってるのは見てるから片坂の情報はあったらしい咲夜、藤宮、のすけその後ヤリキさんがエリキに来ましたうんでねえ、えっと咲夜、闇ですエレキにしたい咲夜、闇やばっ咲夜、闇なんだあ、いい情かつろつろいやばい、またちゃんと洗っちゃってよって登場したけどちゃんと慎太郎さんとこにいたんですか僕、エレキにいてエレキにしたいないんですよ だから僕目線のスケさんが関からエレキに来たんだったらメインに上がってるしかないんでやめちゃんかなと思ってるよ。あーっゃ、あらららら。え、待って僕、僕は本当に違うかじゃあんい、ロラ完成ということで。あま,りないだろあまりにあまりに喋りすぎたんだ。<laughs> ます,すまんやで。これ、魂のライン切りしますコクら ここから魂のライン切りをする。切らないという。 うーんやみちゃんです。新太郎さん、<ー>まあ新太郎さんが僕になすってますこれは。<laughs> まあ別にローラーでもいいけど。まあまあまあ。まあ、まあ、さっきの僕の主張としてはそのバイタルで藤宮くんを見てそれを置いてエレキに入ってうん、うん、そのまま最後までエレキなんですよ。ね、うん、エレキで僕ガチャコンタスクやってるんでほぼ全部屋入ってるから下はないんですよね。うんうん、でちょうどのすけさんがキッチンからエレキに行ってるんだったらまたそこから石油に戻る可能性って低いじゃないですか。 うん、だから、メインに上がってるしかなく、やみちゃんがメインに上がって、左側行ってるんだったら、ほぼぼのすけさんを見るうちにいるんで。っていう、さっきまでの話です。うん、見てないもん。お、よし、<laughs> やみちゃんだ。柿 <laughs> 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 さん一回落ち着く、柿さん、柿さん、さん <laughs> メインに。たらね、柿さんがのすけさん見ないとおかしくないんですか。いや、そんなことないよ。なんで、柿さんどこから来たのだってメインまで。あ、僕シャワーから来たけど、女性の下までしか行ってないから。やみさん。 じゃあ見えんくてもしかたないな。誰<く>はい。ひどい。<laughs> マジでこの人やってる。<laughs> 悪魔みたいなラインにやってる人いる。<laughs> 人の心を持っていない。<laughs> マジで人の心を持ってないこの人。<laughs> 売れるものは全てウロうの精神だから。 さあ、ライン切れしといて <laughs> …マジで心がない、人の…人の心を持ってないえ今<ど>え,え,え今誰え待って待って待って…いや、今ね、藤ジさん切った人がいるあれあ、違うえシェリフ…あ、<ー>シェリフかも シェリューかも。か、シンタロさんパターン。いや、ライト不審、多分ライト不審にあれ、昇降機右の方行ったよね。そうです、そうです。アーカイブで、シンタロさん、あ、藤井さんがずっと僕のシャワー中を覗きに来て、もうすっごいなんか怪しい動きしてたんで、もう逃げてたんですよ。ただ、今、弾け飛んだんですよ。えっと、僕目線ではシェリュー爆しかない。だって、イチロしかいないから、絶対に。そうですよね。あ、えっと、誤爆だと思います。そう、僕だったら、ピカさんが死んでることになる。なるほど。はい。 か見てない。でもさ、シンタローシローキライト君ん誤爆されてるんで、カキさんがあれ釣りをしてるから、僕クカーの選手な仲くない影ライでエンジンメインっていかなかった影ライでエンジンメインはいったね、序盤だね。序盤でもないけど別にそんな中盤か。ライト君とね、僕、宿舎で一緒に湧いて、そっからずっと移動してんだよねメインまで。で、僕、シンの電気いってる。 一緒に移動してるんんですか二人ともうん、メインまではそう。そっからは離れてる。僕があの停電あ、停電じゃねえ、えっ、ー、と、電気室行ってるから。うん、うんうんうん。で、カさんとメインエンジンまで行ってて、かきさんが左かなそのまま左に行って、ね、僕がミーティングの方まで行ってるんで。うん。えんピカさんを上の方では視認してないので、僕は切れない位置になると思うんだけどな、基本。宿舎前脇とか否定できる、今回のピカさんの。 それは限らいで否定できるんじゃないそれは絶対にああ、そうですね。僕が、証拠を左で弁当で移動してみたいなやつじゃないと、ん多分無理です。いや、僕が最後メインで終わって見れてる。んですかいや、見れてはないけど、かきさんが上に行ってるのも見てくれてると思うし、限らいとすれ違ってるから、限らいが無理って言うんだったら、そこから言えなで。まあ、ライト君はでも、まあでも、影旗だろうから、両方とん ライブはだって、今、藤宮さんのあれですよ。シェリフ。じゃあ、影でいいか。えいや、だから僕は状況的に切れない人になりますね。え、かきさん目線で本当にそれ言えんのわ <laughs> からんな。まあ、助こはないからもう分ら。わからんな。でもね、ららでもまあまあ、両方釣ればいいんだから大丈夫って、俺、うん、は。うん これで終わんなかったら、新太郎さんがキルしたことになっちゃうな、うん、俺のそのだと。え、でも新太郎闇、ねね、やみちゃん、釣りをしてたから。そう、絶対ない、ね、うん。うん、<laughs> ああ、ボタンがない。<laughs> ああ、終わんない。どうしよう、どうしよう、どうしよう。 まずいボタンねーんだよなーーボタンがない ありますぎモダンすね。これ。え、リアクター直したん誰？左が僕。僕です。僕右僕です。右はライトさんに任せます。もうハタサコさんでしょ。これ。え、ムーンムン乗りました今。ムーンはない。ムーンはない。ないんですよね。え、じゃあハタサコさんってえっとカキさんすれ違いました？すれ違った。あ、すれ違った。でも今ハタサコさんその僕ミーティングでボタン押そうと思ったけど押したのなかったんですよ。で最後左側でハタさんとすれ違ってボタンだから僕のことを切らないんだってのはあるんだよな。 慎太郎さんが僕のことは切れないので太鼓を置って僕しかいないから僕を切ると負けになるので僕を切れなくてボタンを押せたっていう感じです。<laughs> れあれこれで果たししかないの本当に。なら、ライトさんになると。ライトさんだったら、ね、ちなみに今僕切ってた方が良かったと思う。そうね。いや、ライトさんは100%ない。だって、ライトさんが藤宮んに打たれたのは確定なんで、うん、盤面的に。ああ、これむずいな。 じゃさんなのかかそうなんかさっきのさっきのヤンミーちゃんとシンタロウの芝居説結構ああまあライン入れは別にあると思うけどいや僕は畑作さんだと思うおだからえっと僕がもう一回説明すると上手に切れない人になるんですよライトさんと影ピが宿舎で湧いていて上に上にってあれだっけあれピカさんかいないことは分かってるじゃないですかライトさんと影ピ視点から畑さんってそのターンどこまで主任されてるの そのエンジンエンジンジメインのところでライトさんと影ぴにトセル違って最後ですね。かきさんがそれのままエンジンから通信する方向に行ってって感じです。結構,結構だって時間ありますから隙を塗っていくのもあるいえるんじゃないかなっっだったらかきさんを追った方がいいです。僕は上に行ってるのかきさんに見てもらってるから僕はーターンしてるかベントじゃないと無理なんでなんか僕に時間使うの結構もったいないです、これ。ああ、そうなんですか。え、でもじゃあ、じゃあ、初作法は新太郎。 っていうことまあそうですね、曲<か>目線は。うんうん、柿さんが切ってるかな二択かな択でもそのエンジンメイン間であったっていうのが結構前の話なんだったら、うん、そこからイカ用にも移動できて、例えばピカさんがキッチン脇とかだったらメインとかには行けると思うんで、時間的にまあ確かに。 僕はハタさんがあえてボタンを押して僕を釣りをしてっていう風に見える。見ないマジでボタンオンすみない切ってもさ、えーかんない。分からんな。どうしよう。僕多分僕を切っても誰かしらミーティングに来て発見されてから。ライさんどうすんの？カキさん早く言って。やべ。あとそえ待って。いあこれ人外お見事ですね。マジ違うか。じゃあライさん切られてくださいね。 いや、これは<嘘>これはインポスターだろ<う>これはインポスターだろえ <laughs> <laughs> 待ってまだボタンがあるかもしれないけど米サバ缶テーパリアクターと思わせてる。多分これ鳴らすってことは霊界目線で見えてるね 怖い。これ逃げてんな、いやー、タスクで負けそう、ワンちゃん。いや、こっち側には絶対いないね。問題はどこにいるのかっちゅう。いたね。さよなら。

<あ>すみません畑鷺さんしていいんですよ信じる絶対畑鷺だと思ったわ僕 <laughs> 畑鷺さんだと思っちゃう、ね、あれは思うやろ、うん、だって柿さんは絶対ないからしゃあないねうん